で、後進者の極物パソコンです。ちょっと待ってください、これ今ちょっとこれ動かしてるんで。おお、画面がこう2つついてるという。収納はそうやって重ねるんですね。重ねて、あ、でも薄いね、結構ね。これ割と薄いよ、ね、パチッと。重さ 2.5 ぐらい？ 1.5 ぐらいですかね。ちょっといい、ちょっと。バッテリーが重たいですね。まあ確かにディスプレイ2つ持ってるとね、バッテリーがあれなんだ。助けてる。おお。で、それが振り。方向向けに回るのか。おお。回ってさらに開くという。あ、そう回って開けると。おお。これすごいでしょ。ね、あのダブルディスプレイというこれは素晴らしいですよ。ダブルディスプレイ、これで10万円しないんでしょ。これ7万、うん、8万ぐらい、8万円ぐらいって素晴らしい。おお、そんないいもの多分動かないと。あ、そう、フライトシミュレーターとか動きそうだよね。そんな重たいもの多分動かないですよ。おお、じゃあワードとかやつ、うん、それなら大丈夫。ウィンドウセブン2本、いや、なんかこう回る。おお、え、ぐる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 回るの？あの、こう向きに回る。うん、一回転はできないでしょ。ん、一回転はできないですね。ぐるぐるぐる、あ、まあ、後ろ回って、こんぐらい。あ、そういう感じか。で、もう一回元に戻すとこっち側も回る。うん、そっち側回らないでしょ。これ今、ウィンドウズのセブンが入ってるし。で、どういう使い方できるんだ。これは、ここはもうあれでしょ。ここはできないでしょ。こっちはできないね。あ、これはここは無理ですね。それは無理だよね。あ、それもやるしかないもんね。で、閉じると後ろは消えるの。いや、消えないです。あの、画面が2個ある状態なので。あ、右側でこれ今リラックスを動かすっていうのができるんですよね。しなくていいんですけど。切り替えどこにあるの？画面の。画面の切り替えはどうやったっけ？あ、そう、伊豆さん、マウスをこっちにやるとか、こっちに、これ、このマウスはこっち行ったり向こう行ったりするから、そのマウスあるところにコマンドを打てると。おお。だからあの、インターネットとか、こういうのを2個開いて、片方に見ながら片方に打ち込める。ちょっとあのいちいちカチカチしなくても首をちょっとずらすだけで入力ができるんで、それが多分強いですね。通販もある？通信販売もある？これですか、うん、これ通販がメインですね。通販がメインなんだ。多分今申し込むとあの200台限定でアンケートに答えてメモリ1ギガ増しっていう、なんかそういうキャンペーンしてるんで。